の勝ちですね。なわけあるか。俺の勝ちだ。竹永、部屋に。け。け？決着つけましょうや。一点落とせ！無駄無駄無駄！同じクラスの日下部鏡です。先輩の大ファンなんです。いやそれほどのものじゃよかったじゃない、新学期早々モテモテでようやく見つけました。あれって俺ライダー新入生自責の。この後会いに行こうと思ってたんだ。お兄様、ちょっと息、何やってんのよ。だそうだけど。よそはよそ、うちはうちです。そんなわけあるか。しずく、そんなこと女の子が言っちゃダメだろ。しっかりしなさいよ、息。なぜ私たち兄弟の庶民的コミュニケーションを邪魔するのですか。分かったら、田舎のお姫様は黙っていてください。関係なら終わるわよ。息は私のご主人様で、私は息の下僕なんだ。本当ですか。お兄様、本当なのかとき。みんな私たちのこと、もうキスくらいしたって思ってるらしいよ。じゃあ、本当にする？何急に。いや、だって、したいんでしょ。いやいや、それでも困るんですけど。はい、おっしゃ、行くなら今しかねえ。シューズ。ちょっと難しい角度ですよ、これは。ここは強引に乗り出すしか。ちょっと、外したー。でも女子の顔に初めてキスした。すげえ、すげえ。は？早乙女、こんなところで何をしている。お前、奥は。そんな男と俺たちの愛を踏みなぎるのか。しまった。